本日は、ちょっと嫌味でどうしようもないんですけど、水やりのできない畑どうしましょう、はい、という動画をこんな水のたっぷりのところで、お届けしたいと思います、はい、しかも、最後というか真面目に答える部分と、はい、ふざけんなお前っていうような答えの部分とございます、はい、ふざけんなお前と思った人は動画をプチッと、はい、消さないでこんにちは。こんにちは。どうも。矢崎です。ママです。今日は嫌味かって話なんですけど。嫌味？はい。水まきができない、水やりのできない畑どうしましょうということを、はい。でもほんまにね。水が大量に入ってる畑からお届けしようかなと。ただ大量に入れてるけど、これ水がこれダニが湧いてるって言ったら乾燥してるんやな。もう死んでない。死んでないんちゃうかな。うん。まあね、ここはナスに水ナスなんで、はい、毎日こうやって入れてるんですけど、うん、畝間に入れてるだけで真ん中にな届いてんのかってママが心配したので、今日ちょっと上上げてるんですけど、なんかなりが悪いというか、まあ暑すぎんじゃないの、貧弱というか、うん、まあ暑すぎる、今日はちょっと一晩水入れてここ水没させるんでね、はい、水没させようと思うんですけど、はい、お前な嫌みやな、はい、でもほんま水道がないとかさ、うん、まあ、こういう水路がないとかな、うん、そういう畑はどうしたもんがいいなと、ほんまにあるよね、そういう悩みはね、うん、あとはさ、まあ家庭菜園ではないけどさ、うん、稲作地帯でな、うん、水が少ないところでな、うん、ちょっとこう畑をやってるとどうしても田んぼ優先になるやん、あ、田んぼ優先でさ、うん、畑で水使おうと思うと夜だけにせえとかさ、なんか言われるんか、うん、まあ水汲んで入れるぐらいはな、上路で撒くぐらいはそんな大したことはないんやけどさ、まあまあまあ、そういうとこもあったりするよね、うん、まあだからそういうな、もう今年なんか猛暑やんか、そう、ね、これで水撒きできへんとちょっと致命的やん、うん、だからつってさ20キロのタンクに水入れて持って行ってもたかが知れてるやん、確かにな、こういうとこはどうしたらいいのかっていうね、どうしたらいい、うん、いう話をちょっとしようかなと思うんですよ、はい、どうせならちょっと座り込んでしたいなと思うんですが、座るの無理ですね、うん、ちょっと無理なんじゃない、べちゃべちゃ、お尻べちゃべちゃになる、べちゃべちゃなのね、うん、いや、さっきさ、里芋のとこもさ、草抜いてたけど、うん、パサパサやもんな、あ、やっぱり、うん、こんだけいつも入れてんのに、毎日入れてんのにな、うん、真ん中まで水来てないんやな、来てない、うん、だ こんなにも水入ってんのにさ、こんだけな、こんだけ入れたぐらいじゃ、うん、こう土も乾くんやよね、行ってないよね、までね、で、その橋なんかダニ川な、そう湧くし、この青じそもちょっとダニが湧き組なの、肌に湧いてんのよ、うん、この間農薬撒いたんやね、うん、そういうのに湧くから、もうちょっとまたここも水入れようもん、うん、水分持ったらな、やっぱりちょっとマシになるかなと思うんやけど、ね、この作物自体にね、うん、だからもう乾燥とかじゃなくて暑すぎるんやね、暑すぎる、うん、だからまあ、はい、もうまあ今更という話もいっぱいあるんですけど、はい、まあ、水まきできない畑ね、はい、どうしたらいいのかというのを何個か、はい、まあ、今更なんですけどね、まあ、そう、一つ目はやっぱりマルチですね、あ、マルチな、うん、やっぱり乾燥を防止してくれるからな、うん、まあ、やっぱりまあ夏場はもうマルチ必須やよ、やっぱりな、うん、いや雑草マルチとかそういうふうにな、うん、もう言うてる人もおるけど、もう雑草はな、雑草というか草とか、はい、まあ、わらでもそうやねんけど、もみ殻やったらまだしもな、うん、それでももみ殻でもやっぱりその全体を覆うことはできないし、そうだ、ね、全体を覆ってさ、うん、乾燥をな、塞ぎればいいんやけど、うん、なかなか難しいと思うよ ね、 そうだよね、なのでまず1つ目はマルチね、はい、であとはまあ2つ目はここはしてないけど遮光ネットね、あ、上からね、うん、やっぱりもうその辺なんか西日当たれへんやん、あれのおかげで、里芋のおかげで、だからまあその西日を当てないとかな、あ、日当たりを悪くするっていうのも一つの手かもしれへんな、あえてね、うん、だからもう吉津じゃないけどさまあ遮光ネットが一番いいと思うけど、うん、そういうので熱の量を減らすことによって温度を下げてな、水分蒸発しないようにするっていうのも一つかもしれへんね、日陰を作るんか、え、日陰ね、うん、
で、三つ目はあの風呂構えな、風呂桶か。おお。桶置いとくこっちゃな。はい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 。でそこの水を一生懸命こまめに巻くとかな。なるほどね。ないよりマシや。まあね。うん、巻いたところでたかが知れてるけどさ、ね、もう巻かんよりマシやろみたいなレベルやけどな。そらまあね、うん、まあ、上に肥料置いてるからな。おお、そうそうそう、肥料を効かすためにも。そうなのよ、ちょっと上かけないちゃう。そうなのよ、そうなのよ。こんなんたかが知れてんじゃねえ、こんなことしたって大して変われへん、変われへんのかな、うん、変われへんけど、まあ、変われへんけど変わるわな、もうかな。いや、やらんよりはやった方が。そうそうそう、マルチ、うん、遮光ネット、うん、風呂桶、うん、まあどれも今更やけどね。まあまあまあ、ね、最大の今更言おうか、うん、はい、関西の乾燥に強い野菜を作る。うん、今更やる。さつまいも。なるほど。以上以上以上、さつまいもは強いよ。そうだ、大阪ポテトや、夢シルク。名前言うだけ協力したね、これ名前言うて。そういうポテトをね、はい、大阪のさつまいもを作ろうという若手の素晴らしい農家の人がいるんですよ、はい、ね、渡辺君という、はい、彼が頑張ってるんで、ちょっと言っときました、はい、言ったところで俺には何のメリット、何のあれもないけどね。まあ別にかなりメリットなくてもない、うん、まあ、だからさつまいも、はい、あと乾燥強いもんなんや、なんや、自然薯枯れるしな、あんまり乾燥するとな。里芋も無理やしな、はい、じゃがいもは季節違うしな。 あとは何や、乾燥、うん、あ、トマトか、うん、トマトは逆にな、雨降るなって感じやねんけどな。そうやね、うん、まあ、トマトは微妙やな。そうやな、うん、暑さが、うん、暑いからあかんな、うん、さつまいも一択か。やっぱ一択になってしまうね。なあ、他にもありますよって言われたらそうかもしれんけど、うん、ないかな、うん、どれもやっぱりある程度植物やから水いるよな、やっぱりね、うん、さあここからお前ふざけんなよタイムです。はい、お前それふざけんなよ、うん、こっちは真剣にその動画見てんねんでみたいな。一つ目、ん、雨乞いです。お前やで、でもほんま雨降らんからよ。そこにほら熊取で一番高い山あるやん、雨山、雨山、雨山って雨の山な、うん、あれ雨乞いの山やからな。あ、そうなん、うん、だから雨乞いするためのだから昔はそういうの真剣にやったのよ、はい、だからほらあの今あの光る君へとかでもさ、あの誰か病気になったら誰かのたたりやとかさ、はい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 、な、生き量がどうのこうのとか、あれ真剣やからな昔の人は。陰陽師とか真剣やからな。へえ、うん、あのあれやんか、篠田山の狐はさ、陰陽師の安倍の生命の、おお、そうやな、お母さんの狐のな、ところやんか、うん、でもあれも真剣にそない言うてたんや、昔は白蛇に取りつかれたとか真剣やからね、うん、だからあの雨乞いをしてみましょう。はい、効果があるかもしれません。そうだね、ね、うん、二つ目、はい、人工的な雨を降らす。人工的、うん、なんかミサイルとか撃つんやろ。中国とかやってんやろ、金かけてちょっとミサイル撃ってみましょう、はい、人工の雨を降らしてみましょう、はい、でもほら地震が起きるたびに、うん、おバカさんが何人工の地震やとか、そうね、いうな、ツイッターとか上げるやつおるやん、うん、そんなどんだけのパワーいんねんの、核兵器何個分やねんだよ、ま、地震なんか人工で起こせるわけないやん、うん、な、核実験とかでも震度3とかじゃないの、知らんけど。おー、そうなんや。知らんね、うん、まあまあこれ取らなかったね。オッケー、うん、まあだから、はい、人工的に雨を降らす、はい、なんか燃やせばいいんじゃない。上昇気流で。そうね、まあまあもうまともに聞いてないな、うん、聞いてない。何じゃん。最後、あ、最後、はい、うん、ふざけんなよタイム、はい、最後、もう畑に行かない。見て見ないふりを。いやいやいや、それ一番あかんから。雨降ったような気になって帰ってくる。はい、もう一個あったわ、はい、ふざけんなよタイム、ふざけんなよタイム、お前それふざけんなよ、はい、自分でいっぱい水飲んでいく。
あ、自分ね、うん、タブもトゥッて飲んで、うん、飲んでいく、うん、で、ちょろ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 ダメダメでも昔はあれやで、やったん、あの、肥料として、お、子供とかが隣の田んぼにおしっこしてたら、これはもったいない、こっち向いてて、こっち向いて、 そんな時代はあったらしい。あ、ほんま、うん、なので、あの、自分で、うん、自分の体で持っていく、はい、持っていく、まあ、限度があるけどほんまにちょっとだけやけどまあでも、まあ、冗談ばっかり言うてるけど、そうね、なあ、ほんまに、あの、雨の問題も確かにあるんやけど、うん、あんまり暑いとさ、普通は上昇気流が起こってさ、夕立が降るんやけどな。あ、それもないからな。夕立もないよね。なあ、夕立もございませんので、ね、ないない。どうしたらいいんでしょうね。みんなやって、まあ、やっぱりほんまさつまいも作るしかないんじゃない。まあ作物選ぶか。うん、その丸夏が特にボケボケなのよ。丸ボケ、丸ボケなのよ。でもこれは、あ、こんなもんちゃうの。そう、水ガス見てるからじゃん。そうか、そんな水いるか、これ。そう、でもここちょっと高台になってるから水少ないんかな。うん、とにかくもう切る、あの、もうこのなってる時点でボケてるから。なりボケ、なりボケ。水がそんなに少ないんかな。なんかテカテカしてないような気もしなくもなく。水ガス見てるからじゃないの。こんなもんじゃないの。そうか、うん、じゃあいい。うん、これなんか出てるような思う？その下ね、うん、これこんなもんやで。そう、こんな感じやで、これボケてるんちゃうで。いや、私この前撮ったやつがボケてただけかな、うん、ボケてるのは今日のパパじゃない。そうだね水やりできない畑どうしたらいいのって、自分で飲んでいっておしっこせえてそんなアホな話ない。そんなアホな話あるかいこれ傾いてる、大丈夫、大丈夫、うん、いや、楽しいおじさんですね。そう、忙しいですね。え、忙しいですね。え、忙しい楽しいおじさんですね。うん、何が忙しい。パパ忙しい、楽しい、楽しいことばっかり考えてるから。あ、そうやね。だからな、カブトムシもな、うまいこといかへんねん大井さんに言うたらさ、ちゅうか大井さんもさ、早いよな。何、うん、今日な、あの、昨日ほら大井さんに30匹カブトムシもらったよ。あ、もらった。で、夜話しました。あの、じゃあ昼間話して夜檻見に行ったら、うん、16匹しかおれへんかったやん、はい、で、朝見たら4匹しかおれへんやん、はい、で、それをしんちゃんにさっき言ったやん、はい、だからしんちゃんに聞いたらしくて電話かかってきてた。あ、そうなん。明日檻にちょっとやる、ちゃんとしに行きますわ。マジで。俺頼んでないのになんでこんな親切なんやろちょっともう明日、じゃ あ、 あの、来年のカブトムシ牧場構想をな、大井さんに語ろうかな。あ、そうね、大井さんに語ったら大井さんまた頑張って、そう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 、いや、150匹ぐらいもう昨日取ってきた言うてんねん。どこで撮ってくのか知らんけどさ。覚えて。まあそういう場所はな。まあまあまあ、ポイントがね。うん、あの、あんまりそういうのどこで撮ってるんですか、連れてってくださいよっていうのもな、うん、デリカシーないやん、ね。そういうのは、あの、ま、松茸の居場所みたいなもんで。ああ、確かに確かに。それぞれみんな、ね、黙ってる場所があるわけ。うん、そうそうそう、それはテリトリーがあるよね。うん、でもうちのあの山の上さ、あの、クヌギの木。あるん。あるで。へぇ。クヌギってな、健康なクヌギは樹液出さないね。健康はあかん。うん、中でな、ガの幼虫が暴れてな、うん、もうちょっと闇かかってるようなな、うん、やつが、あの、胃観測ってあるやろ、うん、知ってる？昨日、まあ、こんな幹にも胃観測ってあってさ、赤い液体しましたら赤くなるのあるやん、うん、輪っか状に、あれ胃観測っていうのがあってな、うん、それをな、食い散らかすからな、うん、もう樹液が出てくんねんて。へー。だからほら、やったら太くてさ、ボロい古い木が、うん、な、虫にやられてるやん。うん、確かに。そういうことなんや。若いな、健康な木はな、樹液出さへんねん。へー。これ何の話？何の話？まあ樹液な。はい。だからあの、その樹液の出る木を探しに行ってもなかなかないねん。あえらい、ま、この曲がりようや、このナスビ。もうどんだけひねくれとんの誘引した時にクイーンってなったんや。あ、そうか、ユークイーンや、うん、やだからな、もうパッサパサになるやろ、土もな。そうやね。うん、今からでもええから、マルチかけるっていうのは大事じゃない。そうだよね。もうこの、まあ、何もかけてなくても片側ずつかけて真ん中でパチンパチンってな。いや、真ん中でね、うん、止めるっていうのもあるから、うん、ね、うん、洗濯バサミ戦法や。そう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 、うん、まあ土作りでな、はい、
保水性の高いな、うん、そのちゃんとした構造の断流構造の土を作っておくっていうのもあるんやけど、まあまあ、そうは言ってもさ、もう何殺人レベルの猛暑やろ、はい、36度当たり前やろ。そうですね、うん、なあ、あれやで、ほんま名古屋とか大阪とかに書いてあるやん、はい、で37度、38度、37度、38度書いてあるやん、はい、お前これ2、3年前やったらお前店入られへんぞなあ、病院も見てくれへんぞ。そうねそんな体温じゃないんやからさ、ほんまに体温ぐらいのね、体温だもんね。いいよもう、うん、何考えてんのかと思うよな、ね、まあまあそんな感じで、はい、ちょっと話があれやけど、もうだから、はい、あれやな、雨の、じゃあ水やりのできない畑どうしましょう、はい、真面目に答えると、はい、1つ目にマルチをする、はい、2つ目遮光ネットをする、はい、で3つ目、まあ、風呂桶かなんか置いて水をな確保する。置けとく、うん、置けとく、はい、な、もうだってこんな水路もなければ水道もないってことやん。大丈夫、そうね、うん、はい、で最後さつまいもを作る、ね、もうそういう感じで作るもんでさ、ね、そうね、うん、コントロールする、はい、ね、お前ふざけんなよボケみたいな話をすると、1つ目が雨乞いをする、はい、あら、あ、はい、2つ目が、人工降水、人工降水、はい、あ、人工的にロケットかミサイルで雨を降らす、はい、3つ目が、3つ目何やだっけ、おしっこは3つ目じゃない、自分でちょろちょろ4つ目か、え、うん、自分でちょろちょろ4つ目、自分で飲んでおしっこするのは4つ目、3つ目は何やだっけ、何やだっけ、もうしょうもないから、しょうもないから、またもう前戻してみてください、はい、まあそんな感じで、はい、お前3つ目のやったよ自分で言って忘れしょうもないから、しょうもないのもあるけど、毎日毎日動画な、毎日動画投稿するコツは台本を作らないことです。あ、逆にね、うん、自分の頭の中にいろんなことを入れておくことです、うん、あ、頭の中に入れるって言って、頭の外からクモの巣やね、クモの巣すごいよな、もう山は入っていっても、ね、もう大変 よ、 もうすぐちょっと気許したらすぐクモの巣引っかかったからな、まあ、ということで、はい、今日の動画ちょっとふざけんなよな、大丈夫かな、いやでもまあ真面目にほんまに雨な、はい、そうよ、ない時はもう、あ、焚き火をする、なんで上昇気流、ね、もうそれは言ったな、はい、普通はでも暑いとな、上昇気流が起こって夕立が踏むんやけどな、うん、それもないので、夕立もないから、はい、まあそんな感じですな、はい、うん、何どうした、色黄色い、何が黄色い、色黄色ないんか、いや、ああ、これあれやん、ダニやんか、ねえ、ダニだよね、うん、やっぱり乾燥が、乾燥やな、水が足らんのやろな、うん、こんだけ入れてんのに、なあ、しっかりすえ、はい、ほらすえ、ほらほらほら、すえ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 はい、はい、こんな感じです、はい、よい、はい、はい、たまには告知、はい、何の告知しようか、はい、LINE 公式アカウント、はい、あ、情報がいきますって一つも言えへんがママたまにはちょっとなんか入れといてよ、ね、あれ毎月5500円かかるやん、そう、ちょっとメッセージ送らんともったいない、ね、うん、はい、個人のやり取りはただやけど、うん、こっちからメッセージ送るのはあれ何千通、5000通やったっけ、うん、5000通で5500円かかるからね、はい、高いの、私はあれやったもんね、そんなかからなかったんでしょ、そうそうそう、高いの、まあ高いけど、まあやってます、はい、やってるので、まあまあメッセージよろしくお願いします、はい、忙しいから、はい、はい、じゃあおしまいですね、これ告知ですぐおしまいにしたら最後の YouTube の画面にかぶるんで、ああ、なるほど、まあいいか、かぶっても、まあ、はい、その辺は自分らで調整で、はい、おしまいで、それでは皆さん、さようなら。